こんにちは、推し活チャンネルです。今回は青の箱第1話を語るという内容になります。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推し活、日が昇り始めたばかりの早朝、寒空の中、息を弾ませ走る少年猪俣大輝。俺には毎朝一番に会いたい人がいる。会いたい人が、憧れの人に会うため、いざ体育館の扉を開けるとボールが顔面に直撃。そのボールを飛ばしてきた人こそ会いたい人、彼女夏先輩。どうやらエルボーパスの練習してたところ、タイミング悪く扉が開いてボールが当たったみたい。扉の近くでエルボーパスを練習するのはちょっと危なくないですかね。侵入者迎撃システムかってくらい大気にクリーンヒットしましたけど、ちなみにエルボーパスとはバックパスに見せかけて肘に当てることで反対方向へと向かうパスということを、アヒルの空で千秋から学んだ。千夏だの千秋だの、そういう名前はエルボーパスしがち。ボールをぶつけたお詫びに先輩からコットカットをいただく。ハブアブレイク、ハブアコットカットでおなじみ、受験生がよく渡されるチョコのお菓子ですね。どうやらポケットに忍ばせてたのよ。練習中でポケットにはチョコのお菓子、その代わり許してね、可愛く頼まれる。千夏先輩からエルボーパス食らって、その上コットカットまでもらえたので、当然許す待機だった。そんな2人が通う英明中学高等学校は中高一貫のスポーツ強豪校。スポーツ強豪校と言いつつ、マンドリンギター部やら囲碁将棋部などの文化部もちゃっかり強い。大輝は中学の部活を引退後、高校のバドミントン部の練習に参加。朝は自主練になっていて、誰よりも早く来ようと思っているが、いつも一番にいるのが女子バスケ部の千夏先輩であり、そんな彼女のことが大輝は好きだった。結婚できたらな。甘いこと言ってると無理だろ。同じバド部の京君にバッサリ切られた。いきなり結婚ってと呆れられるが、朝起きてすぐ先輩の顔が見れる。最高じゃんと力説する大輝。確かにこれは最高すぎるし、結婚したくもなる。そもそも付き合うのも厳しいと京君が千夏先輩をご紹介。バスケ部の次期エースであり、実力だけでなく人柄もスター性も兼ね備えた。校内外問わず人気の人とのこと、雑誌に取り上げられるレベルなのはすごいな。一方大輝はバドの成績はそこそこ、人気はなく高校の練習に参加させてもらっている。下っ端の下っ端、例えるなら千夏先輩はシード校で、大輝は1回戦敗退校。レベルが違いすぎる。朝練で話す程度の接点じゃボコボコに言われるままだった大輝が反論。俺の母さん英明のバスケ部を OG、 それは大輝と千夏先輩の接点と言っていいんか。大輝にはあんまり関係ないだろ。京君の言うことも分かると認めた上で、挑戦しないと絶対勝てないじゃん。いい笑顔でそんなこと言えるのはさすがジャンプの主人公といったところか。彼も思うところがあったのか、名前を覚えてもらうとか連絡先聞くとかして2回戦進出を目指せとアドバイス。ヒロインの説明したり主人公へ助言したりと、友人キャラとして王道ムーブだな。なるほどねと納得してると、何の話してんのと膝かっくんされた。小学生みたいな真似したのは新体操部の長のひな様。参考までに女子がされると嬉しいことを聞くと恋バナにウキウキしてらっしゃる。なよなよせず余裕を持って頼りがいがある人を演出すること。そして何より大切なのが肉体美。筋肉は全てを解決してくれるっていうからな。ちなみにマゼル・ニューエンさんとはドイツの男子体操競技選手であり、ロンドンオリンピックでは体操男子個人総合と個人平行棒で銀メダルを獲得するほどの実力者である。ちなみにちなみに TOKIO の松岡さんに顔が似てることが当時話題になった。ためになったね。ヒナに聞いたのが間違いだったと言いつつ、筋トレに勤しみながら朝練に向かうと、まだ開いていない体育館の前で待つ千夏先輩。今が話しかけるチャンス。何を読んでるか聞こうとすると、読んでいたのはバスケの実践本だった。体育館が開くのを待っている時でさえバスケのために時間を使う千夏先輩。邪魔をしないように黙っていると彼女が可愛くくしゃみをする。そこへ大輝がよかったら使ってくださいとマフラーを渡す。それだけでなく、あったかいお茶、手袋、北海道、どんどん渡そうとするが、いきなり知らん後輩から北海道はないだろと突っ走ったことを反省。そんな彼をじっと見つめて、次は何を持たせてくれるのかな。
冗談を言いながら笑った千夏先輩。かわいい。今度は大輝がくしゃみをすれば、私は大丈夫だからとマフラーを巻いてくれて、風邪ひかないようにね、猪俣大輝くん。なんで名前を知っているのかと思えば、マフラーに名前が書かれてた。サンキューママさん。何にせよこれで名前は覚えてもらえて、2回戦進出は果たした。次は連絡先を聞いて3回戦進出を狙っていると、外でジョバスの監督と千夏先輩が、何話してるんだろうと思ってたら、何見てんのと背後からヒナが声をかける。高望みはいかんとか言うし、千夏先輩が男の人と二人で歩いてるの見たって嘘を言ってからかってきた。なるほど、俺バカだからよくわかんねえけどよ、この子ひょっとしたら主人公と報われないんじゃねえかな。そういうヒロインのムーブに見えるのは気のせいか。推しカプ。放課後の練習が終わり、更衣室で帰り支度をしていると、体育館に忘れ物をしたことに気づく。そばにいる友へ先に帰っててと言い終わる前に、帰ってるわと言い返された。教訓のそういうとこ好きよ。体育館へ戻ると、また練習していた千夏先輩が。そして突如始まるワンオンワン、当然のようにボコボコにされた。少し休憩がてら雑談タイム。大輝はバスケ部の母と時々一緒にバスケをしてたが、チームプレーが苦手で向いてなかった。一方でバドは勝っても負けても俺のおかげで俺のせいなところが好きなもよ。多分格ゲーとか向いてるタイプだな。ストリートファイターとかおすすめ。練習熱心なのも納得だと褒められるが、大輝としては思うところがある様子。その理由とは、1年半ほど前、学校へ向かうと涙を流しながら練習に打ち込む千夏先輩の姿が。ギリギリのところで全国へ行けず、その悔しさから中学引退の翌日でも練習する彼女を見て、自分もそれくらい頑張れたらと感じたとのこと。今になって思えば、それが千夏先輩を好きになったきっかけだった。翌朝、朝練に向かう準備をしていると、机には千夏先輩が載った雑誌が。実は千夏先輩の母と大輝の母は昔チームメイトだったらしい。思ってたより接点があったわ。大輝に関係あるかは分からんけども、たまに連絡を取ってたようで、千夏ちゃんがこんな立派になるとはと驚く大輝ママだが、でも残念よね。海外に転勤なんて。衝撃の事実を聞き、家を飛び出していつもの場所へ。このシーンの走る大輝の主観で映る景色がすげえんだ。息を切らせながらも彼女の元へ行くと、インターハイ行ってください。目標に向かって努力すること、負けたとしても前を向き続けること、どちらも千夏先輩から教わった。だから諦めないでほしい。熱く思いを伝えると、ごめん、行かないんだ、海外。え、どういうことかというと、家族は海外へ行くが、千夏先輩は知り合いの家に住むとのこと。ちょっとつもうしんとばかりに、またもや突っ走ってしまった大輝。名前外のまただから仕方ないね。恥ずかしさのあまり逃げようとすると、先日の大輝との会話で中学の部活引退の時を思い出したことで、全国へ行くのを諦めたくないと感じ、日本に残ることを決めたもよう。千夏先輩の人生を大きく変えてしまったんじゃないか、これは。日曜日、めちゃくちゃ恥ずかしいことを言ったんでは。賢者タイムに突入し、ベッドの中でもだえる大輝。今日が日曜日でよかった。今日だけは千夏先輩に会いたくない。そう思ってたら、家に千夏先輩がいた。くっそびっくりしてると、春から猪俣家に住むことになったらしい。千夏先輩の母と大輝の母が英明の女子バスケ部チームメイトだった縁で、同じ屋根のもと暮らすこととなったのだった。さっきは大輝にあんまり関係ないとか言ってすまん。めちゃくちゃ関係ある接点だった。英明女子バスケ部の絆強すぎるだろ。推しカプ。ということで、青の箱第1話を語るという内容をお送りしました。コメントはいただければほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛などを聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。